さん、こんにちは。ニガメマユミンです。前回ジブリパークでのイベントの様子の動画をアップしたと思うんですけど、1週間どうやって作ったのとか、あと作り方を教えてほしいっていうのをものすごい皆さんから聞かれまして、大変ありがたいことにたくさんの反響をいただきました。皆さんのリクエストにお答えして、お面とか衣装とか、あと欲の子刀が多分皆さん一番知りたいがってるっぽいんですけど、作り方の動画を何本かに分けてご紹介していこうと思います。今回は時間がなくて即席で UV レジンで作ったものなんですけど、作り方をご紹介していきます。はい、では原型を作っていきます。材料と道具です。まず今回は油粘土を原型に使います。大体の大きさを決めて形を作っていきます。はい、こんな感じになりました。ジブリの公式設定によると、玉の子刀は黒曜石らしいんですよね。で、黒曜石の質感を再現していきます。小さめのスプーンの背で押して削っていくとガラス質っぽくなるんですよね。はい、こんな感じにできました。片面はこれで完成です。はい、では型取りに欠かせないのがこちらです。型取りブロックを使います。ミスターシリコーンの型取りブロックとプレートを使っていきます。赤いプレートを先に敷いて、青いブロックで原型の周りを囲んでいきます。で、囲んだら油粘土が詰まらないように上からこのちっちゃい赤いブロックをはめていくんですよね。で、ここに油粘土を敷きます。パパパパパッと表面をきれいにして、ここに原型を埋めます。原型を油粘土の土台に埋めるために、表面をちょっとヘラで軽くホリホリしていきます。片面の原型を埋めてセットしたら、上の赤いブロックだけ外していきます。これ結構硬いんですよね。赤いブロックを外して、青いブロックを城壁のごとくひたすら積んでいく。型取りシリコンを流し込む高さまで積みます。だいたい 2,3 段くらいがいいですね。はい、こんな感じです。ここでダボ穴を開けておきます。ダボ穴っていうのが、まあ、ストッパーみたいなもので、型の両面がぴったり合わさるように周囲にへこみや穴や段差をこうやって作っておくんですよね。こんな感じになります。では型取り用のシリコンを使いますが、今回はちょっと補足があります。今回使うのがガレージキット用のミスターシリコーンという型取り剤なんですが、量が多いんですよね。フィギュアとかプラモデルとか大きい造形の型取り用なんですけど、これ不透明の白色なので、あのクリスタルレジンとか低粘度エポキシ樹脂とかはいいんですけど、 UV レジンはこれ光が通らないので不向きなんですよね。絶対使えないってわけじゃないんですけど、ちょっと難しいです。UV レジン用の型はこちらパジコさんのクリアシリコーン型取り剤か、デコレジーナさんのスーパークリアシリコーンというのがあるので、こちらの方がおすすめです。詳しくは概要欄をご覧ください。
はい、では今回は時間がないのとエポキシ樹脂と UV レジンどちらでも使えるようにということでミスターシリコーンで型を作っていきます。シリコンを測るのは 0.1g 単位の測りが必要です。私はタニタの電子ばかり使ってますが、シリコンと硬化剤の割合は100対4になります。だいたいいつも 20g ずつ投入するのでシリコン 20g に対して硬化剤の割合は 0.8g になります。入れたらネルネルネルネしてそのままブロックの中に流し込んでいきます。完全に原型が隠れるまでシリコンを流し込みますが、今回の場合は3倍60g 必要でした。はい、こんな感じです。で季節によるんですけどこのまま5時間ほどで硬化します。で暑い季節は3時間くらいで固まるんですよね。はい、6時間後できたのでブロックを外していきます。バカ型取りブロックをひたすら外していきます。これ結構手が痛いんですよね。レゴブロックみたいなんですけど、はい、取れました。こんな感じになってます。そーっと油粘土の土台を取っていくとこんな感じになります。イエーイ、大成功。パッカーン。で縁のビロビロをきれいに切り取っていって、はい、片面が完成しました。で、土台からさっきの原型をそっと外して、今度はこちらの面を型取りするのに使います。油粘土を詰めて、上にポッとかぶせてもう一度きれいに形を整えます。黒曜石の質感を出しながら原型をセットし直してシリコンを流す前に剥離剤ミスターシリコンバリアを塗ります。これ塗るの忘れるとすごい悲惨なことになるんですよね。両面くっついたまま取れなくなっちゃうんで原型も元の型も全部パーです。絶対に忘れてはならんやつです。横も綺麗に塗っておくと取れやすくていいです。はい、こんな感じになりました。でこの後はさっきと一緒です。もう一度ひたすら型取りブロックを積みます。難攻不落の城壁ができました。ではさっきと同様にシリコンをねるねるねるねして 20g ずつ3倍流し込みます。はい、2杯目。はい、ラストですね。でこのまま5時間ほどで固まるのでひたすら待つべし、待つべしです。はい、では型取りブロックを外していくとじゃじゃーん、はい、型はどうでしょうか。このペリペリはなんかやっても緊張しますね。おお、できた。めちゃめちゃいい感じにできました。どうでしょうか。
私的にこれパーフェクトです。レジンの型が完成しました。今回は時間の関係で UV レジンを使いますが、エポキシ樹脂の型用としても使えます。今回の材料がこちらです。レジンはこちら太陽の雫のハードタイプを使います。着色剤がこちら宝石の雫のシアンです。あともう一色ブルー、こちらを使います。そして宝石の雫のブラック、今回ラメの代わりにこちらを使います。本物の金箔、黄金です。石がキラッと光る感じを出したいので、こちらを入れて鉱石っぽさを出します。使っているのがこちらパジコさんのライトです。 UV レジン用の LED ライトなんですけど、これとってもコンパクトでめっちゃ軽いんですよね。小物には本当に使いやすくて重宝してます。はい、ではレジンを型にうっすら、まずは一番外側のブルーの層から作っていきます。表層はブルーで中は黒とラメの2層の2段階にしていきますね。型両面に薄くレジンをこんな感じで入れて、シアンを入れていきます。はい、まず一滴、これすごく発色いいんですよ。宝石の雫って少しずつ入れられるのでとっても便利です。ぼやっとなるくらいまで伸ばしてライトを当てて硬化させます。はい、できました。固まってますね。もう片面も硬化させます。はい、できました。結構いい感じですね。はい、ではここで金箔登場。中に入れる黒と金を調合していきます。細かくした金に UV レジンをブリョンと出して、はい、混ぜ混ぜしていきます。これだけでも結構綺麗ですね。ここにブルーとブラックを入れて混ぜ混ぜすると、わあ、ギャラクシー、小さな宇宙。少しずつ色を入れて2層目の濃さを調整していきます。では2層目をライトで硬化します。型から取り出すとこんな感じになりました。どうでしょうかね。結構いい感じです。もう片面もラメと黒の層を作っていきます。で、上にさっきの片面を慎重にかぶせていって、ポチッ、このまま硬化させて2つを合体させます。はい、できました。かなりいい感じじゃないですか。どうですか。型から出して反対の面に光を当ててください。シリコンが不透明だとね、光が通りにくいので、硬化不良を防ぐためしっかりと当てておくといい感じになります。はい、できました。最後に紐を作っていきますが、今回使ったのがこのイオンにあった刺繍糸っぽい毛糸です。しかも100円。一番色味と質感が設定に近かったので買ってきました。はい、では始めていきます。紐の長さは体に合わせて決めますが、ちょっと長めなので普
通のネックレスより長めの90センチくらいにしとくのがおすすめですね。はい、3本合わせたらコブを作ってペタッと貼って、あとはこれをひたすら細かく三つ編みしていきます。はい、こんな感じになってますね。で、途中でちょっと雰囲気をチェックしてみるといいですね。今こんな感じです。で、もうちょっと編んでいって最後コブをします。できたよできたよ。はい、では最後です。これ小刀の持ち手部分でいいのかな、ここにぐるっと巻いていきます。で、結んで、もう一回結んで、はい、最後ここを縛って完成ですね。できたできたできた、イエーイ、できました。で、つけるとこうなります。コスプレまで5、4、3、2、1。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。1週間っていう制作期間が限られた中で作っているので、いろいろ雑だったり柔らかったりするところもね、多いかなと思うんですけど、またこういった造形シリーズが好評だったら、いろいろ動画撮ってみようかなと思うので、もしよろしければチャンネル登録、高評価、応援コメント、ご感想など聞かせていただけますと、とっても励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。